皆さんこんにちは。31セレファイシャー投資家です。今日21日金曜日のクリプト仮想通貨の緊急動画をですね、えー、お話ししていきたいなと思いますけれども、昨日言った通りなんですよ。皆さん昨日の夜のライブ動画見ていただいた方はわかるんですけれども、もうドンピシャですよ。こんなことあります <laughs> 本当に。本当こんなことありますっていうぐらい、ドンピシャで予測が当たりましてですね、まあ私はですね、まあ驚いたっていうか、 まままあまあまあどっちに行くのかなと思って朝起きてまあそんな感じだったんですけどもまあ,あの悲しくもないしちょっと嬉しいですねついにクジラが来たーって感じですね <laughs> でしかも、ドンピシャじゃないですかこれ言ってましたよねあの,あのアイスホッケーじゃなくてアイススケーティングでいう技術点8.5ぐらいのね私はかなち教えてくださね <laughs> この後、落ちてえっ、ー、と、つまり、これはブルートラップじゃないかなと思いますよね。上げたと見せかけてみんな買うじゃないですか、ブレイクアウトがブレイクアウトしてで。そしたら、このがつぶさるっていう、そんなパターンですよ。はい。個人的には、個人的にはですよ。だから別に、あるとも分かんないですよね。私はこれはブルートラップからの下げだと思うんですよ。つまり、わかりましたね。アッパーパンチで右上げてからのフックじゃなくて、上から下に下ろすパンチですよ。はい。で、それ3万9000円くらいでブレイクじゃないかなと思うんですよね。で、このブレークで、ね、結構取れると思うんですよ。うん。だと、個人的にはね。あのまあ、あれですよ。相場で酒を見上げてないともよい,いますけども、まつまり、 ショートスクイーズでブルートラップからのロングスクイーズでクジラ落としっていうね8.9ですよ技術点ということでついに3万9000割りましたね今現在ということであのまあどうなんですかねここ今今今はここですねちょうど緑のサポートラインありますけどもであとはこのヒゲのところですね3万9500 一時そこまで行きましたよね。で、この後どうなるのかっていうのが、まあ、見ものなんですけれども、まあまあまあ、ツイートを見てみましょう。えっ、ー、とですね、まあ、相当のリクエストがまた入りましてですね、昨日の夜ですね、まずここでちょっと上げましたよね、ちょっと上げましたね、4万3000まで。で、その時にに、まあ、あの、要はショートスクイーズがあったわけです。つまり100ミリオン、100、100, 100億円ぐらいのレバーショートが、 あのプライスが上がってリクエストされたわけですね。で、私はその後に予測したじゃないですか。私はこの後どうなりますかどうなると思いますかって皆さんに質問をかけたときに、私は個人的には、これはブルートラップじゃないかと思ったんですね。と言ったんですよね。で、実際ここのリズスタンス綺麗にね、テクニカルアナス、t a でね、本当にね、こんな綺麗にね、リスペクトしますってぐらいね、ドンピシャじゃないですか。で、それでガツンと下げたわけですね。まあ、で、この時に私は昨日、 あのね、明日の YouTube でたくさん、ね、サムネイルでトゥー・ザ・ムーンっていうふうに、ね、あのサムネイルが増えるんじゃないですかって言ったんですけどその合間もなくここで例えば1日2日ぐらいねレンジ相場をねこうやって気づいてから落ちるんじゃないかなって言ったんですけどもそんな暇もなく落ちてしまいましたなのでトゥー・ m ムーンの、ね、サムネイルが見えませんでしたけれどもあのリクエデーション相当入っていて、えーとまあ、ショートで1回100億を、えー、リクエデトとしてからの今度は なんちゃってっつってね、逆にブルートラップで落として、えー、これが216億と155億、なっで、足して360億ぐらいですね。大体いい400億円、今、えー、リクエイトされています。今後またどんどん増えると思います。過去12時間の中での、ね、データなんですけれども、まあ、どん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 増えていくと思いますよ。あのなので今、えー、360億、400億円ぐらいですかね。 はい。もっともっと出てくると思います。で、えまあツイート見ていきたいと思うんですけれども、これですね。has a Bitcoin future short squeeze finally arrived? これはね、まだ下げが来る前のね、昨夜の時でしたね。昨夜の夜の2時ぐらい上げた時、ちょうどショートスクイーズが、えあの時はだいたい30億ぐらいしかまだデータなかったんですけれども、まあ、結局100億ぐらい出たようですね。この時もまだ31億ぐらいしかなかったですが、え今日の朝見てみると、 そうです、ね、100億、まあ、70億です、ね、100億円ぐらいですね、ショートスクイーズがありましたと。で、この後ね、誰があのブルートラップで <laughs> ロングスクイーズを、ね、予想できたかってことなんですよ。そこなんですよね。この時点で、ままあ、その後ね、間髪入れず落ちちゃったので、予測できる、あのそれを見れる間もなく、ですよねこうやってガツンと落ちちゃったと。ということで、えー、レバーロングスフィーリングモーペイントデイザンレバーショーツ。 Long term spot just chilling and vibing through another stone.Long <laughs> term のスポット e s s つまり現,、えー、現物ですね。現物である私とかは、まあ、ただただ vibing, chilling a vibing です本当あの。ネットレックスさんがチルみたいな感じでね。別に落ちてくれてありがとうみたいな感じで、ね、イエーイみたいな感じですよ。<laughs> これがね、レバー持ってない時のいい時なんですよね。レバー持ってなければ落ちてくれて結構なんです。で、このツイートもね、 まさに、ね、予測したいよねっていうツイートです、あのー、2日ぐらい前にこれ私もニュースで紹介しましたよつまり、えー、これがね、えー、紫色がウェールレーションで,でレバーは常に高かったわけですよねであと、えー、ブルと、えー、プットコールレーションがね上がってきたわけですよつまりプットが多くなってきたとつまり、えー、オプションで下を、ね、予想している人が多くなってきたと で、最後の決め手は、ウェールレーションでたくさんね、あのクジラがあのお金をね、現金を、じゃなくてビットコインとかをエクシェンジに入れたら、あとはね、トリガーを待つだけだっていうところでこれ上がってきたっていうふうに説明したじゃないですか。で、それが、今これレバーがこれですよね。で、ウェールレーション見てみると、これですね、ここの、ここの上げです。これ、そうです。1月13日。これで上げて、あとはトリガー待つのみだったわけですよ。で、それでついにクジラがね、結構早めに来ましたよね。 はいということでまあまあこれ全てねあのデータをね元に、あのー、数日前ぐらいからま,ましては、まあ、1週間ぐらい前からはあのー、予測できるような動きではあったわけですよねついつま合わせて因果関係バッチシですねただ there is still a lot of open interest in the Bitcoin market after shorts and longs took turns getting liquidated today only a small dent in a total open、oil. オンリーアスもうデントインのトーラ h e total open interest w a つまりデントというのは、ちょっとしたあの穴みたいなもんですね。つまりちょ、ほんとちょっとしか落ちてないんですよ。今、いまだにね。こんだけ落ちても。ってことは、まだまだ来ますよってことなんですよ。ということで、まだですね、あの皆さん、まあ、別にそこまでねあの、あたふたしてないかと思いますよ。私の視聴者さんであれば、ね、<laughs> あの私の、しかも昨日の夜のライブを見ていただいた方であれば、 あのここから落ちると予想したので、それがね頭の中にちょっとでも入っていれば、あなんかその通りになったなみたいな、だから、なかったシナリオではないじゃないですか。で、かつですね、あのこれからどうすればいいのかっていう恐怖とかある,あると思うんですけど、まあ、それもね、現物でやってれば、レバーなしでやってれば、別にいつでもいいんですよね。で、まあ、それなんですよね。はい。で、まあ、これ関係ないですけども、まあまあ、ロシアがね、 ロシアのセントラルバンクは、マイニングのミニングの使い方がイリガということで、トレードするのも、マイニングするのも、なんか買ったり売ったりで使うのも、イリガルにしようとしているということですね、ロシアが。まあ、相当ですね、まあ、昨日も言いましたけれども、昨日も、ね、なんかバンがありましたよね。だから結局、だからこういう社会主義国はコントロールしたいので、中国もそうだし、インドもそうだし、そういう感じに走っていくんですイランもそうでしたよね、そうですね。セントラルバンクの CDBC からなんか発行するとか言って、 で、ビットコインの仮想通貨はやめてほしいんですよね、そうやって。だからロシアもそうなんですね。かわいそうですね。で、これは過去24時間に起こったこと。インスタグラムとアラウン w NFT a l e ス。これはどういうことですかねインスタグラムが NFT のセールをアラウっていうのはどういうことですかね ?NFT をインスタグラム上では買えないですよ。買えないですよね。例えばリンクを載せていいとかそういうことですかね。2番目、Google Create a Blockchain Division。3番目、El Salvador to offer Bitcoin backed loans。これ言いましたよね、昨日。 あのビットコインが2022年までで、えーえー、10万ドルいく可能性があると。それはもし、ね、ストーブバリュー、ね、ゴールドみたいな感じでストーブバリューがね、あのとして見なされた場合はビットコインがねあの、世界で広がっていくと。しかもビットコインを使ったローンができるって言いましたね。ビットコインをコラテラルにしてローンを使えると。でそれエロサバドルが今やってるんですよね。Twitter Rolling Out NFT Verification とか、例えば NFT をね、写真とかを Twitter に上げますよねで。それでそれがただの あのスクショした JPEG なのか、本当にただ唯一の、ね、ミントされたやつなのかっていうのをブロックチェーンを使ってベリファイすることができるってことですよね、これ。チャールズ・シュワーブ・オープン・トクリプト。チャールズ・シュワーブってね、あれですよね、えー、バンクとか投資の、ね、アカウントだと思うんですよね、エクシェンジみたいな、取引所みたいな。はい、でそれが、ね、クリプトをオ,ープオープン。クリプトをインテグレートしてもいいかなっていう風な感じ。で最後、ニューヨーク・メイヤーとゲ・ペイリン、ビットコイン・イフィルム。 ということで、これが過去24時間に起きたことらしいです。結構ですね。はい。アメリカを先頭にかなりのことが進んでいるなと思いますね。で、これですね。<laughs> あのまたさっきのやつですけれども、Do you want to lose your money?Just you put your money on high leverage.This is the best time to be annihilated, liquidated, and lose money. ということで、こうやって今上がってたじゃないですか。こね、こ上がってた時に、私はこの時に、ね、落ちますよと言いましたけれども、そういう風に見れない人ですね。つまり、 あのなんて言いましたっけ私がちょっとひねくれたように見ないといけないって言いましたよね、つまりクジラとかヘッジファンドがどうやって、ね、お金を儲けするかっていうの酒を先酒を読むときはあの、こういうふうに単純にねこう上がったからね上がるっていうふうに見ると引っかかってしまっていましたよね、そうなんですよだからチェスみたいなものですよで、ひねくれっていうふうな変ですけどね、ちょっと表現が。をを読むってこれですねマーケットの真理を で、これ上がったときに、やっぱりオープンインテリストが上がってるんですよ、これ。ということはみんなどうしてたかというと、上がったときに、おーし、上がった、ついに来た、ブレイクアウトだって言って、あのレバーロングをこれ入れてたんですよ。わかりますレバーロング、これ。ガン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 ってレバーロング入れて、ブレイクアウトだ、トゥダムーンって言って、で、それで実際マーケットをね、なんちゃって、つってレバーロングをこうやって下ろして、リクエストしたっていう、そういう話なんですよ。だこれは、これがある,あるの、わかる通りこれね、オープンインテレストなんですよ。 ってことは、レバーロングの、ね、フィーチャーをやってるんですね。はい。で、<laughs> まあ、だからそういうことなんですよ。あのー、<laughs> 単純なんですよね。これをブレイクアウトって言ってる人は、まだテクニカルアナリストができてないかも分かんないですね。もしかしたらね、これはブレイクアウトパターンだったのかも分かんないんですけども、ただね、あの、クジラっていうテクニカルインディケートありますから、仮想通貨にはね。あのー、FX とかではクジラのあれは多分見れないと思うんですけど、仮想通貨ではクジラが存在するので、 でしかもこういうデータがまとまってますから、そうしたらもう落ちてくるのは必死なんですよね。だからこれをブレイクアウトを見てるってことは、結局テクニカルアナリシスだけやってた人だったわけですよ。つまり私はよく言ってますよね。仮想通貨は FX みたいに TA だけじゃ絶対できないんですよ。TA とプライスアクションだけじゃ絶対に仮想通貨で勝てないんですよ。なぜかってファンダメンタルとクジラがいますから。わかりますファンダメンタルは米国経済とかニュースですよね。それが、ね、ものすごいプライスを動かしますよね。CPI とかデータ。 あのー、パウエル議長の話とかね、それと一緒で、クジラっていうのがもう一つ存在するんですね、ウォーキングネットのウォーカーですよ、はい、それをなしに、うただね、これはブレイクパターンでやった人はあお金を、ねあのあの、お金を失ってしまうということです、レバロングでね、レバショートでもそうなんですけども。 ということで、まあ、今現在ここですけれども、まあ、問題は、ね、この後どうなるかということですよ。おそらくですけれども、まあ、私があの30%ぐらいの確率で来るかなと言ったら、そのクジラですね、今来ましたよね。で、3万9000じゃないですか。で、この後もっと落ちるのか、そこがポイントなんですよね。つまり、あの議題は未来ですね。あの過去のことは今すでに今起こってますから、問題はこの後今、買いなのかどうなのかということですよね。私は個人的には えと例えばですよあの、キャッシュのポジションがあった場合に、その、例えば30%ぐらい今買ってもいいかなと思いますね。で、残りの70%のキャッシュポジションですよ。そのキャッシュポジションの中での3割今買って、で、残りの7割はまだほじっておきます。なぜかというと、ここからね、ズルまた落ちてくる可能性があるわけですよ。今のところはね、あんまりボラティリティがないんですよね。今。この時はストーンと落ちたと思うんですよ。わかんないですけれども。今、あんまり動いてないじゃないですか。 で、あとね、あと何個、こういう赤いキャンドルを形成するかっていうと、今この時は2回ですよ、キャンドル1、2と。つまり8時間ですねこれ4時間速なんで。これ1、2、8時間ですよね。で、まあこういうのありますよ、こういうちょっと小さいキャンドルで、まあ半日とかね、これの場合は結構でかいですけども、1、2、3、4、5と、5波、波40、丸2日、こうやってガッツン下げたわけですね。で、この時は結構 ボラティリテリィもあったのかな分かんななんいですけどどうなんでしょうね。大体、まあ、あ、え、れ、ー、ですね。この時も、1、2、3で、3二24なので、丸1日ですよね。1、2 3,、うん、3、3波24、丸1日って感じなので、まあね、丸3日落ちるってことはなかなかないんですね。丸2日ありますよね。こうやって、1、2、3、4、5、5八40ですね。なので、まあ、そろそろそこが見えると思うんですよね。 でその後に、こういう感じで、レンジ相場がまた続くんですよ。だから、あのー、ただね、髭がね、今今回ちょうどここまでしか落ちないんですよね。もっとズドンと行くかなと思ったんですよ。この3万8000ぐらいまで。ただ、まだここにもありますから、レバーロングがね。だから、ここからの、まあ、半日とか1日とかね、ずっと、このサポートラインをかけて、下がってきてからのガツンみたいなこ、これみたいな感じですよ。 下げまして、まあ、半日、一日ぐらい、こうやって、なんてうんですかね、停滞してからの、またストーンと落ちるみたいなね、これですよ、あのー、落ちました、落ちてから、まあ、1、2、3、4、5、6ですね、5、8、5、40、2日間ぐらい停滞してからの、またちょっとだけね、2段階目のストーンみたいな。で、今回はそのストーンのところに、まだレバロングがあるので、まあ、またね、まあ、300億ぐらいのね、 決済ががリクエト今200の150代、まあ、400億円ですね。だからまた400億円ぐらい、2段階目の落ち,落ちが2日頃ぐらいにこうやってきてからストーンと落ちてここまで来るっていう感じかなって私は思いますだも。だからこっからね、反発はちょっとないですね、すぐに。ある,あるかもしれないですけども。 あるかもしれないんですけども、ここからすぐに反発、うーん、こんだけのボリュームが入ってますから、これでまた、ね、トレンド変わっちゃいましたよ、クジラがトレンド変えたので、ここで上がってれば、あ上昇かなっていうトレンドでしたけれども、そうじゃなくて、また下げたので、うん、またこの分ぐらい、つまり2月の末ぐらいまで、このぐらいは、まあ、2週間ぐらいですね、また21日ぐらい、こうやって落ちたあと21日ぐらい、あのまたそこを目指すので、ダブルボトムをね。 だこの後ですねこの,この時が10日で21日ですが今日は11日ぶりにまたそこを目指しましたよね、はい、だそれがまた来るかなと思うんですよねで、でまあまあ、正直ね行って3万6000とかかなぐらいしか持ってないんですよねだからまあまあまあ今日はその辺でね終わりにしたいなと思いますいやーこんなねこんなすぐに来るかなと思いましたね正直しかもドンピシャじゃないですかこれノイズなし ね、このレンジ相場なしで一気に来きましたね、いきなり。いやー、しかしね、ちょっと自分でも驚いてますね。な,な,な,なんていうんですかね、こういうの。自暴自棄じゃなくて、なんていうんですかあの、こんなにね、私の予想がどんぴしで当たるとはね、ちょっと、ちょっとすごくないですか。<laughs> ち,ょち,ょちょっとはすごいですよね、当たってますから。 えー、てか、あれですよね。黄色い、あの、黄色い、これありましたね。これですよ。そういえばこれじゃないですか。<laughs> ちょっと違いますけども、こっからストーンと落ちてなくて、上げてからの落ちってやつですよね。うん。だから、なんだかんだ上がってますよね。はい。あの、皆さん、あのー、コメント欄で、このね、動画、私のね、動画がね、役立ったと思えば、ぜひ、引き続きアルゴリズムのために、 えー、l i サブスク、コメントでの応援をよろしくお願いします。えー、皆さんどう思いましたかこの相場。予想についてどう思いましたかコメントぜひください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。